こんにちは、外村幸子です。梅雨はまだ明けていないようですね。暑い毎日が続きます。先日私健康診断を受けてきました。この尿や、血液などでわかる簡単な検査ですが、私ね、体が少し脱水状態にあるようで、お医者様からお水を飲んでくださいと言われました。コーヒーやね、ジュースなどのように味があったり色のついたお水ではなくて、そうですね、ミネラル水のような普通のお水を1日2リットル飲むそうです。2リットルですよ。私ね、考えてみたらそんなに飲んでいませんでした。やはりね、コーヒーなどが好きなので、そういうものでね、喉を潤していました。皆さんいかがでしょうか。お水飲んでいますか。さて、本日の朗読は小泉八雲の耳なし芳一の話です。このお話は暑い夏にはぴったりのお話ですね。今から約100年ね、100年ほど昔に小泉八雲が英語でね書いた物語です。その時代時代に合わせて翻訳本がいろいろと出ております。今日朗読させていただきますのは、インターネットの中にある青空文庫という図書館ですね、その中にある、戸川明蔵先生の翻訳したものを朗読させていただきます。この青空文庫といいますのはね、私よく、読ませていただくんですが、その物語をね、入力したり構成したりしてくださる方はボランティアの方々と伺っております。この場をお借りして感謝いたして、本当にありがとうございます。感謝しております。ではね、お話に入るんですが、その前に物語の中に那須書という言葉が出てきます。こういうふうに書きます。禅宗の寺院においてね、金銭などを扱うところ、またその係のお坊さんのことを言うそうです。この物語の中ではね、一般的な雑務を行うお坊さんということで、表現しております。那須書という言葉が出てきます。では朗読に入ります。物語の世界へどうぞ。
700年以上も昔のこと、下関海峡の壇の浦で、平家すなわち平族と源氏すなわち源族との間の長い争いの最後の戦闘が戦われた。この壇の浦で平家はその一族の婦人、子供、並びにその妖艇、今日安徳天皇として記憶されていると共に全く滅亡した。そうしてその海と浜辺とは700年間その怨霊にたたられていた。他の箇所で私はそこにいる平家ガニという不思議なカニのことを読者諸君に語ったことがあるが、それはその背中が人間の顔になっており、平家の武者の魂であると言われているのである。しかしその海岸一帯にはたくさん不思議なことが見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊火が水内際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ、すなわち漁夫の呼んで鬼火、すなわち魔の火と称する青白い光である。そして風の立つ時には大きな叫び声が戦の教官のように海から聞こえてくる。平家の人たちは以前は今よりもはるかにもがいていた。夜漕ぎゆく船のほとりに立ち現れ、それを沈めようとし、また水泳する人を絶えず待ち受けていては、それを引きずり込もうとするのである。これらの死者を慰めるために建立されたのが、すなわち赤間が関の仏教の御寺なる阿弥陀寺であったが、その墓地もまたそれに接して海岸に設けられた。そしてその墓地のうちには、受水された皇帝とその歴々の臣下との名を刻みつけた幾個かの石碑が建てられ、かつそれらの人々の霊のために仏教の法会がそこでちゃんと行われていたのである。この寺が建立され、その墓ができてから以後、平家の人たちは以前よりも災いをすることが少なくなった。しかしそれでもなお引き続いておりおり、怪しいことをするのではあった。彼らが全く平和を得ていなかったことの証拠として、幾百年か以前のこと、この赤間が関に宝一という盲人が住んでいたが、この男は吟唱して琵琶を奏するに妙を得ているので世に聞こえていた。子供の時から吟唱し、かつ断奏する訓練を受けていたのであるが、まだ少年の頃から師匠たちを凌駕していた。本職の琵琶法師としてこの男は主に平家および源氏の物語を吟唱するので有名になった。そして壇の浦の戦の歌を歌うと、貴人すらも涙をとどめなかったということである。宝一には出世の門出の際、甚だ貧しかったが、しかし助けてくれる親切な友があった。すなわち阿弥陀寺の住職というのが詩歌や音楽が好きであったので、たびたび宝一を寺へ生じて断層させ、また吟唱させたのであった。後になり住職はこの少年の驚くべき技量にひどく感心して、宝一に寺をば自分の家とするようにと言い出したのであるが、宝一は感謝してこの申し出を受納した。それで宝一は寺院の一室を与えられ、食事と宿泊とに対する返礼として、別に用のない晩には琵琶を奏して住職を喜ばすということだけが注文されていた。
ある夏の夜のこと。住職は死んだ檀家の家で仏教の法会を営むように呼ばれたので、法一だけを寺に残して那須を連れて出て行った。それは暑い晩であったので、盲人法一は涼もうと思って寝間の前の縁側に出ていた。この縁側は阿弥陀寺の裏手の小さな庭を見下ろしているのであった。法一は住職の嫌いを待ち、琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた。夜半も過ぎたが住職は帰ってこなかった。しかし空気はまだなかなか暑くて、戸の内ではくつろぐわけにはいかない。それで法一は外にいた。やがて裏門から近寄ってくる足音が聞こえた。誰かが庭を横断して縁側のところへ進み寄り、法一のすぐ前に立ち止まった。がそれは住職ではなかった。底力のある声が盲人の名を呼んだ。出し抜けに武作法に、ちょうど侍が下舌を呼びつけるような風に、法一。法一はあまりにびっくりしてしばらくは返事も出なかった。するとその声は厳しい命令を下すような調子で呼ばわった。法一。はい、と威嚇する声に縮み上がって盲人は返事をした。私は盲目でございます。どなたがお呼びになるのかわかりません。見知らぬ人は言葉を和らげて言い出した。何も怖がることはない。拙者はこの寺の近所におるもので、お前のとこへ用を伝えるように使ってきたものだ。拙者の今の殿様というのは大した高い身分の方で、今たくさん立派な友を連れてこの赤間が関にご滞在なされているが、壇の浦の戦場をご覧になりたいというので、今日そこをご見物になったのだ。ところでお前がその戦の話を語るのが上手だということをお聞きになり、お前のその演奏をお聞きになりたいとのご所望であるであるから、琵琶を持ち即刻拙者と一緒に尊い方々の待ち受けておられる家へ来るがよい。当時侍の命令といえば容易に背くわけにはいかなかった。で法一は草履を履き琵琶を持ち知らぬ人と一緒に出て行ったが、その人は校舎に法一を案内して行ったけれども、法一はよほど急ぎ足で歩かなければならなかった。また手引きをしたその手は鉄のようであった。武者の足取りのカタカタいう音はやがてその人がすっかり甲冑をつけていることを示した。定めし何か殿井の絵師ででもあろうか。法一の最初の驚きは去って、今や自分の幸運を考え始めた。なぜかというに、この家来の人の大した高い身分の人といったことを思い出し、自分の吟唱を聞きたいと所望された殿様は第一流の大名に他ならぬと考えたからである。やがて侍は立ち止まった。法一は大きな門口に達したのだと悟った。ところで自分は町のそのあたりには阿弥陀寺の大門を他にしては
別に大きな門があったとは思わなかったので不思議に思った。開門と侍は呼ばわった。すると勘抜きを抜く音がして、二人は入っていった。二人は広い庭を過ぎ、再びある入り口の前で止まった。そこでこの武士は大きな声で、これ誰かうちの者、宝一を連れてきたと叫んだ。すると急いで歩く足音、襖の開く音、雨戸の開く音、女たちの話し声などが聞こえてきた。女たちの言葉から察して、宝一はそれが高貴な家の召使いであることを知った。しかし、どういうところへ自分は連れられてきたのか、見当がつかなかった。が、それをとにかく考えている間もなかった。手を引かれて、幾個かの石段を登ると、その一番しまいの段の上で草履を脱げと言われ、それから女の手に導かれて、吹き込んだ板敷きの果てしのない空気を過ぎ、覚えきれないほどたくさんの柱の角を回り、驚くべきほど広い畳を敷いた床を通り、大きな部屋の真ん中に案内された。そこに大勢の人が集まっていたと宝一は思った。絹のすれる音は森の木の葉の音のようであった。それからまたなんだかガヤガヤ言っている大勢の声も聞こえた。低音で話している。そしてその言葉は宮中の言葉であった。宝一は気楽にしているようにと言われ、座布団が自分のために備えられているのを知った。それでその上に座を取って琵琶の調子を合わせると、女の声が、その女を宝一は老女、すなわち女のする用向きを取り締まる女中頭だと判じた。宝一に向かってこう言いかけた。ただいま琵琶に合わせて平家の物語を語っていただきたいというご所望にございます。さて、それをすっかり語るのには幾晩もかかる。それゆえ宝一は進んでこう尋ねた。物語の全部はちょっとは語られませぬが、どの鎖を語れという殿様のご所望でございますか。女の声は答えた。壇の裏の戦の話をお語りなされ、その一鎖が一番哀れの深いところでございますから。宝一は声を張り上げ、激しい回旋の歌を歌った。琵琶を持って、あるいは貝を引き、船を進める音を出さしたり、八子と飛ぶ矢の音、人々の叫ぶ声、足踏みの音、兜に当たる刃の響き、海に陥る打たれた物音などを、驚くばかりに出さしたりして。その演奏の途切れ途切れに宝一は、自分の左右に称賛のささやく声を聞いた。なんとうまい琵琶弾だろう。自分たちの田舎ではこんな琵琶を聞いたことがない。国中に宝一のような歌い手はまたとあるまい。すると一層勇気が出てきて、宝一はますますうまく弾きかつ歌った。そして驚きのため周囲はしんとしてしまった。
しかし終わりに美人弱者の運命、夫人と子供との哀れな最後、草庵に妖精を抱き立てまつった二位の尼の受水を語った時には、聴者はことごとく皆一様に長い長いおののき震える苦悶の声を上げ、それから後というものを一同は声を上げ取り乱して嘆き悲しんだので、宝一は自分の起こさした悲痛の強烈なのに驚かされたくらいであった。しばらくの間はむせび悲しむ声が続いた。しかしおもむろに愛国の声は消えて、またそれに続いた非常な静かさのうちに、宝一は老女であると考えた女の声を聞いた。その女はこう言った。私どもはあなたが琵琶の名人であって、また歌う方でも肩を並べるもののないことは聞き及んでいたことではございますが、あなたが今晩お聞かせくだすったようなあんなお腕前をお持ちになろうとは思いもいたしませんでした。殿様には大層お気に召し、あなたに十分なお礼をくださるお考えであるよしをお伝え申すようにとのことにございますが、これからのち6日の間、毎晩一度ずつ殿様の御前で技をお聞きに入れるようとの御意にございます。その上で殿様には多分お帰りの旅に登られることと存じます。それゆえ明晩も同じ時刻にここへお出向きなされませ。今夜あなたをご案内いたしたあの家来がまたお迎えに参るでございましょう。それからもう一つあなたにお伝えするように申し付けられたことがございます。それは殿様がこの赤間が席にご滞在中、あなたがこの御殿にお上がりになることを誰にもお話しにならぬようとのご所望にございます。殿様にはお忍びのご旅行ゆえかようなことは一切口外いたさぬようにとのご上意によりますので、ただいまご自由にごぼうにお帰り遊ばせ。宝一は感謝の意を十分に述べると、女に手を取られてこの家の入り口まで来、そこには前に自分を案内してくれた同じ家来が待っていて、家に連れられて行った。家来は寺の裏の縁側のところまで宝一を連れてきて、そこで別れを告げて行った。宝一の戻ったのはやがて夜明けであったが、その寺を開けたことには誰も気がつかなかった。住職はよほど遅く帰ってきたので、宝一は寝ているものと思ったのであった。昼の中宝一は少し休息することができた。そしてその不思議な事件については一言もしなかった。翌日の夜中に侍がまた宝一を迎えに来て、かの高貴の集まりに連れて行ったが、
そこで宝一はまた吟唱し、前回の演奏が勝ち得たその同じ成功を博した。しかるにこの二度目の試行中、宝一の寺を開けていることが偶然に見つけられた。それで朝戻ってから宝一は住職の前に呼びつけられた。住職は言葉柔らかに叱るような調子でこう言った。宝一、私どもはお前の身の上を大変心配していたのだ。目が見えないのに一人であんなに遅く出かけては艱難だ。何故私どもに断らずに行ったのだ。そうすれば下男に友を指したものに。それからまたどこへ行っていたのかな。宝一は言い逃れるように返事をした。和尚様、ごめんくださいまし。少々しようがございまして、他の時刻にそのことを処理することができませんでしたので。住職は宝一が黙っているので心配したというよりむしろ驚いた。それが不自然なことであり、何か良くないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった。住職はこの盲人の少年があるいは悪魔に疲れたか、あるいは騙されたのであろうと心配した。でそれ以上何も尋ねなかったが、密かに寺の下男に胸を含めて宝一の行動に気をつけており、暗くなってからまた寺を出ていくようなことがあったなら、その後をつけるようにと言いつけた。すぐその翌晩、宝一の寺を抜け出していくのを見たので、下男たちは直ちに提灯を灯しその後をつけた。しかるにそれが雨の晩で非常に暗かったため、寺男が道路へ出ないうちに宝一の姿は消え失せてしまった。まさしく宝一は非常に早足で歩いたのだ。その盲目なことを考えてみると、それは不思議なことだ。なぜかというに、道は悪かったのであるから。男たちは急いで町を通って行き、宝一がいつも行きつけている家へ行き訪ねてみたが、誰も宝一のことを知っている者はなかった。しまいに男たちは海辺の方の道から寺へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中に盛んに琵琶の断じられている音が聞こえるので、一同は吉祥した。二つ三つの鬼火、暗い晩に通例そこらにちらちら見えるようなのほか、そちらの方は真っ暗であった。しかし男たちはすぐに墓地へと急いで行った。そして提灯の明かりで一同はそこに宝一を見つけた。雨の中に安徳天皇の記念の墓の前に一人座って琵琶を鳴らし、壇の浦の歌仙の曲を高く唱して、その後ろと周りとそれから至るところたくさんの墓の上に死者の霊火がろうそくのように燃えていた。いまだかつて人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。宝一さん、宝一さん。下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているのだ。宝一さん。しかし盲人には聞こえないらしい。力を込めて宝一は琵琶をそうそうカツカツと鳴らしていた。ますます激しく壇の浦の歌仙の曲を奏した。男たちは宝一を捕まえ、
耳に口をつけて声をかけた。芳一さん、芳一さん、すぐ私たちと一緒に家にお帰りなさい。叱るように芳一は男たちに向かって言った。この高貴の方々の前でそんな風に私の邪魔をするとは容赦はならんぞ。事柄の不気味なにかかわらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。芳一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は芳一を捕まえ、その体を持ち上げて立たせ、力任せに急いで寺へ連れ帰った。そこで住職の命令で、芳一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で住職は芳一のこの驚くべき行為をぜひ十分に解き明かすことを迫った。芳一は長い間それを語るに躊躇していた。しかしついに自分の行為が実際親切な住職を脅かしかつ怒らしたことを知って自分の監獄を破ろうと決心し、最初侍の来た時以来会ったことを一切物語った。すると住職は言った。かわいそうな男だ。芳一、お前の身は今大変に危ういぞ。もっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのはいかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙義が全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は決して人の家を訪れているのではなくて、墓地の中に平家の墓の間で夜を過ごしていたのだということに、今はもう心づかなくてはいけない。今夜、下男たちはお前の雨の中に座っているのを見たが、それは、安徳天皇の記念の墓の前であった。お前が想像していたことは皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことのほかは、で一度死んだ人の言うことを聞いた上は、身をそのするがままに任したというものだ。もしこれまであったことの上にまたもその言うことを聞いたなら、お前はその人たちに八つ裂きにされることだろう。しかしいずれにしても早晩お前は殺される。ところで今夜私はお前と一緒にいるわけにいかぬ。私はまた一つ法会をするように呼ばれているが、行く前にお前の体を守るためにその体に経文を書いていかなければなるまい。日没前、住職と那須諸で芳一を裸にし、筆を持って二人して芳一の胸、背、頭、顔、首、手足、体中どこと言わず足の裏にさえも般若心経というお経の文句を書きつけた。それが済むと住職は芳一にこう言いつけた。今夜私が出て行ったらすぐにお前は縁側に座って待っていなさい。
すると迎えが来る。が、どんなことがあっても返事をしたり、動いてはならぬ。口を聞かず、静かに座っていなさい。禅定に入っているようにして。もし動いたり、少しでも声を立てたりすると、お前は切り裂いなまれてしまう。怖がらず、助けを呼んだりしようと思ってはいかん。助けを呼んだところで、助かるわけのものではないから。私が言う通りに、間違いなくしておれば、危険は通り過ぎて、もう怖いことはなくなる。日が暮れてから住職と那須諸島は出て行った。法一は言いつけられた通り、縁側に座を閉めた。自分の傍らの板敷きの上に琵琶を置き、入禅の姿勢をとり、じっと静かにしていた。注意して咳もせかず、聞こえるようには息もせずに、幾時間もこうして待っていた。すると道路の方から足音のやってくるのが聞こえた。足音は門を通り過ぎ、庭を横切り、縁側に近寄って止まった。すぐ法一の正面に、法一と底力のある声が呼んだ。が、盲人は息を凝らして動かずに座っていた。法一と再び恐ろしい声が呼ばわった。ついで三度、凶猛な声で、法一。法一は石のように静かにしていた。すると苦情を言うような声で、返事がない。これはいかん。やつ、どこにいるのか見てやらなけりゃ。縁側に上がる重苦しい足音がした。足はしずしずと近寄って、法一のそばに止まった。それからしばらくの間、その間、法一は全身が胸の鼓動するにつれて震えるのを感じた。全く心感としてしまった。ついに自分のすぐそばで荒々しい声がこう言い出した。ここに琵琶がある。だが琵琶師といっては、ただその耳が二つあるばかりだ。道理で返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか、琵琶師の体は何も残っていない。よし、殿様へこの耳を持っていこう。できる限り殿様の仰せられた通りにした証拠に。その瞬時に法一は鉄のような指で両耳をつかまれ、引きちぎられたのを感じた。痛さは非常であったが、それでも声は上げなかった。重苦しい足踏みは縁側を通って退いていき、庭に降り、道路の方へ通っていき、消えてしまった。法一は頭の両側から濃い温かいものの滴ってくるのを感じた。が、あえて両手を上げることもしなかった。
日の出前に住職は帰ってきた。急いですぐに裏の縁側のところへ行くと、なんだかネバネバしたものを踏みつけて滑り、そしてぞっとして声を上げた。それは提灯の光で、そのネバネバしたものの血であったことを見たからである。しかし法一は入禅の姿勢でそこに座っているのを住職は認めた。傷からはなお血をだらだら流して、かわいそうに法一と驚いた住職は声を立てた。これはどうしたことか。お前怪我をしたのか。住職の声を聞いて盲人は安心した。法一は急に泣き出した。そして涙ながらにその世の事件を物語った。かわいそうにかわいそうに法一と住職は叫んだ。みな私の手落ちだ。ひどい私の手落ちだ。お前の体中くまなく経文を書いたに、耳だけが残っていた。そこへ経文を書くことは那須所に任したのだ。ところで那須所が相違なくそれを書いたか、それを確かめておかなかったのは重々私が悪かった。いや、どうもそれはもう致し方のないことだ。できるだけ早くその傷を治すより仕方がない。法一、まあ喜べ。危険は今全く済んだ。もう二度とあんな来客に煩わされることはない。親切な医者の助けで法一の怪我はほどなく治った。この不思議な事件の話は諸方に広がり、たちまち法一は有名になった。尊い人々が大勢赤馬ヶ関に行って法一の吟唱を聞いた。そして法一は多額の金印を贈り物にもらった。それで法一は金持ちになった。しかしこの事件のあった時から、この男は耳なし法一という呼び名ばかりで知られていた。